またまっていうぐらい体が勝手に反応して自分の心の弱さというかもうこう離したら負けちゃうなっていうのはいましたけど勝者少女勇気武久保田嬉しさに安いぞ3度目の正直ついに叶いました。本当に長かったです。今まで応援してくれた皆さん本当にお待たせしました。挑戦したい人が結構まあいると思うんですけど力の差を見せて面倒くさいんでまだ早いよと言えるような試合にしたいです。チャレンジャーがチャンピオンをこういう風に倒すんだっていうところを見せるかなと思います。勝者少女勇気BJ 選手はメジャー級への挑戦もありましたけど入っていくさあこらえるこらえるあー落ちた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 失神した少女ゆきチャンピオン BJ の恐ろしさやばいあれがあってもっと取りたくなりましたね。経験を乗り越えて取ったら格闘技人生もそうだし人としてのすごくいい宝物っていうかになるんじゃないかな。うわこれ強烈だ今のはいいですね。平気のように少女勇気が負け3対0やっぱ言い訳できないんで2回負けちゃうとぶっ潰すつもりでやれます。はい、もともと僕のレベルが低かったっていうのはあるんですけどあの時から伸びしろ的には僕の方があるんじゃないかなと思ってます。レベルアップは完全にしてるんで全ておいて前回以上に力の差出るんじゃないかな。全部しっかり僕が試合の中で出し切れた時はベルト曲げてんじゃないかな。今回1ラウンドから3ラウンドまで絶対心折れること自分ないと思うんでああいうラッキーがないと勝てないと思うんで全部出し切って突破していきたいと思います。